まあ、僕より辛い立場にいる中で僕に頑張れっていう言葉を、かけてくれたんで、その思いをしっかり受け止めて今年1年全ての試合全ての練習で、被災地に向けて何か頑張ってるっていう姿を見せたいと思います。僕ら二人じゃ何もできなかったなっていうのが今回のこの T シャツを企画してる中ですごい感じて、人の力ってすごく大きいなっていうのを、まあ、この T シャツも作って思いましたし。